本日の実験では、歩道除雪機、こちらの除雪機に搭載をしたセンサーで、実際の歩道環境、そちらで、リアルタイムに人を検出するという実験を行いました。で、こちらのボックスに入っているのが、ライダーと呼ばれる距離を検出するセンサーと、あと RGB、普通のカメラですと。で、ここの脇にくっついているこちらの小さなカメラがサーモカメラになっています。今日の実験としてはこの、ライダーと、カメラとサーモカメラ、こちらで、人検出を行いました。気になったところとしてはですね、サーモカメラの画角結構狭いのでちょっと心配だったんですけれども、結構脇に立ってる人も見えてですね、おそらく実用に向けて、良好の結果が得られたのではないかというふうに思っています。目標としては3年後ぐらいをめどに、実際に除雪機に搭載をして社会で働くようなものにしていきたいというふうに考えています。他の作業機械にもこういうものがつくと、かなり安全性を担保した上で作業ができるようになるのではないかと、いうようなことを期待しています。